はい、全国一斉ホットラインこの電話相談は新型コロナ感染拡大の影響で解雇や雇い止めに悩む人たちに向け労働組合で作る全労連が全国一斉に開いているものです今朝はコロナ禍で夫がリストラの可能性があり不安という妻からの相談や転院をする娘の会社から休業手当が支給されないといった相談が寄せられ専門家らが応じていました。 コロナだからもう仕方ないかっていうふうに諦めるのではなくて、やっぱり一人で悩まずにですね、まずは困っていることがあればあのお気軽に電話をしていただければ。この相談会は電話0120-378-060で、愛知では今日午後8時まで、岐阜三重では午後5時まで受け付けています。